家賃どうするかな、家賃。この予告編はギリギリを攻めたい銀魂の提供でお送りいたします。バイトしましょう。近藤勲を暗殺し、この新選組を我が物にする。てめえら何しやがった。僕の手によって新選組は生まれ変わるんだ。どういうことですか。坂田銀時、いや白夜叉、心置きなく地獄に落ちればいい。絶好の機会だ。やってこい将軍。わわ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 わ。新選組全体に次ぐ速攻出動せよ。新選組を守ってくれ。おたく本当に土方さんですよね。何を言ってるんだよ坂田氏。坂田氏、ギャラはたんまりいただくぜ。俺の大将はただ一人。その人から手離せって言ってんだ。御用改めである。神妙にお前に付き合われ。僕らは完全無欠じゃない。奴らは何色にも塗りつぶせないし、何者にも染まらん。あの自分じゃねえか。侍たちよ立ち上がれ。怒涛のアクションエンターテインメント第2弾。この国に守る価値などもらえない。俺の守るもんは何一つ変わっちゃいねえ。マスキに呼べばいい。銀魂2、掟は破るためにこそある。もう